ね、肘が伸びますよね。肘伸ばしてグラブして、はい、これでこのまま自分の目線より高い位置に来た時に拳が、その時に右手はガッツポーズ、いい、右手はガッツポーズ、右手はガッツポーズで、引き手になる左の方か、左組の人は反対で考えてください。はい、これは手首をこう返していきます。こういう感じ、こう、分かる、ブラブラして、ね、反動を使って上に上がってきたら釣り手となる方をガッツポーズ、ガッツポーズ、ガッツポーズ、いい、で、引き手の方は手首を返して小指が上、これまさにこれです、この形です。いい、はい、一回ちょっと、はい、やめてください。いい、あの、背負い投げじゃないからね。いい、こうはしないで、あの、親指が自分の耳につくように釣り手の方、こうで、ガッツポーズ、こう、小指がここねじれてしまうと、小指の方を耳に受けてしまうと背負い投げだから、ね、これは親指を耳の方にする、で、ガッツポーズ、このよろしいガッツポーズある、ガッツ、ね、やったっていう感じで見てください。はい、引き手の方が手首を返して小指が上、ね、で、ハンドを大きく使って頭のところまで、これはちょっと背負い投げとちょっと違って頭の方でいいので、頭の方に目がけて小指が天井に向くようにやります。はい、ここで、はい、こう、そう、いいですか。はい、上半身は以上です。で、下半身ね、下半身はあの1歩目の足がやっぱりね、さっきの背負い投げと一緒で、重要になってるので、これも一緒、足を後ろにブラーンと振り子のように後ろに下げて、はい、こういう感じ、はい、そう、後ろに、そう、はい、はい、はい、じゃあやめてください。1歩目の足はこうかな、あまりあの横に向きすぎてしまうと入った時にお尻が外に向いちゃうので、あの内股ってお尻で上げるんですね。実は足で、まあ、肩で、あの柔道の、ね、投げの方だと足技になってるんですけど、あの足技なんだけどお尻で、ね、ボーンと上げていくんですよ、ね、ですのであんまり外にあの回りすぎてしまうとお尻がね出ちゃうので、こういう感じですね。ここまで入っちゃったらこれでお尻で上げれない、だからつま先があんまり外向きすぎないで、ちょっと斜め先の前に行くように入ってあげます。そうすると入った時にこうお尻が上がる、お尻で上げれるの、だから斜め前、そっちじゃなくて前に、ごめん、はい、で、2本目はつま先が投げる方向、これはもうみんな知ってると思うんですけど、投げる方向、こういう状態、こういう感じ、1本目はこっち、2本目はこういう状態、そう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 、いい、はい、これでここで意識してください。今度は足を後ろに下げて、こう、はい、はい、ちょっとやってみて、膝を少し曲げる、じゃあ曲げる、いい、そう、どうでしょうか、いいか、はい、なんで後ろにね、これ下げるかって言ったら、あの1歩目が強く入るように、ね、1歩目が強く入った時に必ず肘と釣り手の力が、ね、伝わるので足からね、だからわざと後ろに下げてね、1歩目を出れるようにします、ね、足が1歩目が弱い人は絶対引き手と釣り手が弱いんですよ、ね、だから相手は全然崩れないので、だからわざと後ろに下げてこういうイメージ、こういう感じで胸を振り込んだので勢いよく、ね、入るようにしたい、はい、で、これで上半身と合わせてみてください、こうです、こう、よ
足を、あ、片手、片足を後ろに下げて、息を作って、はい、じゃあ、ちょっと2人組でやってみましょうか。今のを意識して打ち込み、投げなくていいから、ここまで、今ので意識して、こう、書いてみてください。持ってるからね、ここまで下がらないけど、下げてるイメージで、ね、下げてるイメージ、力入れて、ブラーンとして、多分できると思う。はい、それでやってみてください。